こんにちは、萌です。今回は私の抽象画のシリーズを描いていきたいと思います。今回の絵はですね、コラージュみたいになっているもので、最後に影をつけて少し立体的に描いていこうと思います。でまず使っている画材なんですが、今回はですねアクリル絵の具を使っています。でアクリル絵の具はですね、私がいつも使っているターナーの U35、 あとはリキテックス、ゴールデン、アムステルダム、この辺をね使ってます。アムステルダムは私は白しか持ってないんですけど、白と黒、ボトルで買ってます。アムステルダムとリキテックスのベーシックス、この辺がねちょっと安いラインなんですけど、大量に使う白と黒はこの辺を持ってます。ただターナーさんとかゴールデンとかの白黒も持って使い分けています。で、今回はですねちょっと明るめの色とかも使うので、あんまりない色、蛍光の色とかねちょっと使ったりしていきます。で蛍光色って普通のアクリル絵の具であんまりないんですよね。なんですけどブランドによっては出てるのと、あとアクリルガッシュっていうやつに蛍光色って多いんですけど、そういうのでもね見つけられると思います。ただガッシュってこう私的に粉っぽくなってマットになりすぎてしまうのであんまり使わないんですよね。イラストとかそういうの描く人は描きやすいと思うんですけど、私みたいにこうグラデーションをしながら描いていくとかですね、ちょっとリアルな絵を描きたい人にとってはガッシュっていうのは使いにくいかなと思います。なので皆さん買うときに気をつけてほしいんですけど、アクリルはアクリルでもアクリルガッシュとアクリル、普通のアクリル絵の具っていうのがあるので気をつけてください。別にアクリルガッシュでも描けないことはないんですけど、質感がねだいぶ違うので、その辺ね気をつけてください。はい。で、今ねなんか適当に描いてそうですけど、これもちゃんと下地というか、ラフをね、ラフのスケッチを描いてからデザインを決めてから私は描いております。なのでこのマスキングテープ貼ってるやつも、こう後ろにグリッド描いてるんですけど、その通りに貼ってます。今ねちょっと間違えたから貼り直してるんですけど、一番上に来るところを一番最初に書いてマスキングテープを貼ってどん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 書き足していくっていう感じにね書いていってます。というのも、このマスキングテープ後で使うんですよ。後で影を作る時に使うんですけど、その時に影ってこう何層にも分かれてる絵を描く時って一番後ろにあるものの影から描かないといけないので、描く順番、こう見える順番としては今描いているところが一番最後に浮き出てきてほしいんですけど、影を塗る順番はここが一番最後なんですよ。なので一番最初に描いて、で、どん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 後ろに行くものをどんどん上に描いていって、最後影をその順番、逆の順番で描いていくと最終的に、最初に描いたものが一番最初に出てくるっていう感じになります。ちょっとね、もう少しで影を作るとこなので、その辺見てもらえたらちょっとわかるんじゃないかなと思うんですけど、こういうのもですね、抽象画どうやって描いたらいいかわからないっていう方とかもねいると思うんですけど、抽象画って適当にもちろん描いている人もいるかもしれませんが、皆さんが知っているような名前聞いたことあるような昔の巨匠たちがですね描いた抽象画とかって、何かをテーマにしてるとか意味があるものがほぼです。で、もちろん後でつけたんじゃないかなっていう意味もあるかもしれないんですけど、何かを思いついて書かないとなかなか私もね書けないと思うんですよね。なので適当に色だけ塗っていって完成したっていうものよりは、なんか意味がある方がこう終わりも見えてくるし、ここで完成っていうのも自分でも納得できるし、その方がねなんか達成感があるんじゃないかなと私は思います。
で昔ですね、もう本当絵を始めたての頃ぐらいに抽象画を練習しようというか、抽象画をちょっとあのいろいろ描けるようになりたいなと思って考えてた時にですね、まあ、とりあえず何にも考えずに描いたらどうなるのかっていうのを何回かやりました。でもう思うままに、その時に感じたままに色を乗せてって、形とかもその時思ったまま描いてみるみたいなのもしてみたんですけど、なんとなくまあいいもの、なんかデザイン的にもともとグラフィックデザインをしてたので、まあ、デザインを作っていくっていう意味では、まあ、普通にね描けるっちゃ描けるんですけど、なんかそれに意味を持たせるのであれば考えながら描くとかやっぱ必要だなと思いました。なんかこれが何を表してるっていうのがわからないと、なんかもうただただ適当に色をのせていくだけだと、なんか自分の中でも描いててもつまらない気がしたの で、それ以来ですね、ちゃんと抽象画を描く時も意味とか、まあ、その時の例えばじゃあ感情で描くとしても、その時のどういう感情を描いているのかとかですね、これ何を表している線なのかとか、そういうの自分の中でちゃんと納得するものを描けるようにと思って描いてます。で普通に抽象画ってなんかその描いた人が説明してくれないと 何を表してるのか全然わからないっていうのがもうほとんどだと思うんですけど、それもねそれでももちろんいいと思うし、最近ねちょっと出会った、方へのね展示で出会った方が言ってたんですけど、お客様が言ってたんですが、なんかその抽象画の意味を知らずに描いたい時もあるし、知って描いたい時もあるって言ってて、まあ、私的に自分的にはその意味を知った上で自分だったら、あそういう意味なんだって納得して描いたいなとは思ったんですけど、まあ、人によってはその自分がこういう意味なんじゃないかなとか、こういう感じで見えるなっていう印象のまま描いたいっていう人もいたので、あ、まあ、そういう人もいるんだなと思って、確かにそれもありだなって思いました。なので、まあ、絶対意味が必要ってわけではないけれども、まあ、その聞かれた時とかね説明できる方がいいかなと思いました。そのオプションがあった方がねいいんじゃないかなと思いました。まあ、書いてる人のその意味とですね、まあ、その例えば受け取る人、それを見て欲しくなる人の印象とかね、そういうのは違うかもしれないんですけど、まあ、そういう、自分の中でね納得できるものを書くんであれば、なんか意味があった方がいいんじゃないかなって個人的には思うっていうことですね。はい。でだんだんこの影、今エアブラシで描いてるんですけど、これねちょっとマスキングテープを剥がしていくとちょっとずつこう影になって、奥にある感じになってるのが見えるんじゃないかなと思います。でちょっと途中途中私のモケモケの洋服のアップが映って申し訳ないんですが、これねマスキングテープ、ちなみにマスキングテープは普通にホームセンターで売ってるマスキングテープ、私は結構日番さんのやつ使うことが多いですね。でそれもアマゾンとかオンラインでも売ってるのでね手に入ります。ただアマゾンとかで買うときは大きさ太さに気をつけてください。何センチとか何ミリって書いてあるんですけど、ちゃんとそれを分かった上で買った方がいいです。案外こう適当に買うとこんなに太いマスキングテープだったんだとかですね、あちょっと細すぎたなっていうのあると思うので、まあ、普通にこういう風に少しマスキングとして使う分にはどんな細さでもいいかもしれないですけど、型取りたいとかですね、もうちょっとかなり細い線を描きたいからそのマスキングテープを使って描きたいとか、そういうのだったらすごい極細のを描いたいとかねあると思うので、ちゃんとサイズは確認して買ってください。で色はね特に関係ないです。まあ、自分があのこれをねなんかアートとして使いたいなら色が黄色とか緑とか紫とかピンクとかあるので、それは好みだと思うんですけど、私はねもう基本的に同じものだったら安いものを選んで買ってます。はい、ということでこんな感じに仕上がりました。いかがでしょうか。このブロックになったやつがですね、まあ、近くで見ても本物をね見ても影ができてるのでかなり立体的に
ってきました。いかがでしょうか。この影つけることでね、かなり変わるので、皆さんもなんかちょっと絵とかに、ね、取り入れてみるのも面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はこちらのコラージュ作品の様子でした。この動画いいと思ったらいいねボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。